わっちにすべて任せなんし。このわしに挑もうなど。ふん、小娘どもがいきがりよって、このわしにかなうとでも思っているのか。忍びの国、この野王を宝船に。主に勝てるなどとうぬぼれるほど、ワッチはアホではありんせん。だがこれだけの人数がいれば、良い時間稼ぎにはなるだろう。これでとどめじゃ。太陽が万人、つくよ、参る。覚悟しなんし。それ、喜べ。わっちらが全力でも。目ん玉ひむいてよく見ときな。ふざけるのも大概にしろ。わっちの区内の餌食となるがいい。太陽が万人、つくよ、参る。覚悟しなんし。貴様らどうなるか分かっているのか。これで死ぬやもしれんな。だがこのままほうけていても、太陽は戻ってこんのでな。これでとどめじゃ。太陽が万人、つくよ、参る。覚悟しなんし。それにワッチは信じている。さあ、相手になってもらおうか。ヤオウ宝船。それそれ、いや、それそれ、てや、それ。そうだ、未来への背負う覚悟ができてきた。これでとどめじゃ。太陽が万人、つくよ、参る。覚悟しなんし。だけが断念せんな。わっちの区内の餌食となるがいい。太陽が万人、つくよ、参る。覚悟しなんし。なかなかやるの。その死神太夫とはわっちのことじゃ。この鳴り響く剣撃一つ一つが、私が彼らにかけられる唯一の気持ちじゃ。そうだが、未来への背負う覚悟はできている。わっちの区内の餌食となるがいい。太陽が万人、つくよ、参る。覚悟しなんし。はっ、そわっちの気持ちじゃ。たぐ、めんどくせえな。このわしに挑もうなど。無駄だ。ウルラにこれで終わりにするぞ。私の大切な、もう諦めろ。これ俺のジャンプだ。いや、諦めきれねえのさ。この目でもう一度太陽の輝きを拝むまでは。防戦覚悟しろ。変わらん。俺はよろずや銀ちゃんだ。覚悟はいいな。これで指名だ。こいつでどうだ。乾く乾く、何度血に触れさせても、何度希望を断ち切っても、何度でも立ち上がる。
同じだ。この未来への気高い魂は火の輪と同じ。いらぬ。このとこよりこのわしに太陽などいらぬわ。貴様らがごときかぼそき火などわしは必ずかき消してくれる。その忌まわしき魂と体引き裂いてな。しつけんだよてめえら。忍びの勘なんじゃ俺には勝てねえぜ。気は抜けんぞ。こいつが届く範囲は下道極めし俺の国だ。このわしが下道丸でござんす。終わりだな。完璧だったな。